新年一発目のネタは大型テントにまつわる小話です。新年明けましておめでとうございます。本年もゆうさんチャンネルをどうぞよろしくお願いいたします。ということでね、また紋付きなんか来て喋ってるんですけれども、新年一発目のネタ何にしようかなって考えてたんですけれども、結構ねこのチャンネルを見てくださってる方で、あのゆうさんの小ネタあの話ネタの小ネタが好きだよっていう方がね結構いらっしゃるんですね。普通ねアウトドアチャンネルなのにね、こういう風に小ネタが入るチャンネルってあんまりないと思うんですけれども、せっかくね面白いと思ってくださる方がいるんで、新年一発目のネタは小ネタにしようと思います。今回の小ネタはテントのネタなんですけれども、近年のテントっていうのはねもう小型化されて性能も良くなって、一人で一人分のテントを背負えるようになりましたよね。ところがですね、僕があのボーイスカウトだった頃、まあ、30年ぐらい前の話またするんですけれども、当時主流だったのは三角テント、それもかなり大人数用10人用とかのね三角テント、こんな感じだったんです。当然一人じゃ持てませんから、まあ 4,5 人とか 5,6 人とかでね、君はまずテントのポール、当時アルミだったんですね。で、君はペグとピン、ペグとピンってあの地面に刺すようなやつを持ってくれと。で、君は本体、君はグランドシート、君はフライシートって言って分けて背負って、で、みんなで、現地に行って組み立てたんですね。で、この大型テントっていうのはねちょっと一つ難点がありまして、なんとこの本体と下のグランドシートが一体型じゃないんですね。で、本体のこの垂れてきたところにこう紐がついていて、まあ、10センチ間隔、20センチ間隔ぐらいだかな。で、グランドシートにはハトメが打ってあって、で、本体の紐とそのハトメを結ぶっていう構造なんですね。ですから当然その泥も入ってくるし、まあ隙間があるんですよ、冬は寒いし。で、今回のネタはこの大型テントに泊まった時に、まあ、まつわるネタなんですけれども、ボーイスカートの時にですね、夏のキャンプで伊豆大島に行ったんですね。で、伊豆大島に着いて、でも港からすぐあの森の中、まあ結構ジャングルっぽいすごい森の中に入って、そこで、テントを張って、4泊5日なり5泊6日ぐらいだったかな、あのテント生活をして帰るっていう夏の大イベントのキャンプだったんですけれども、ご存知のように伊豆大島はマムシが出るんですよ。特にその藪の中だとか我々がテントを張ったようなその森の中とかはマムシが出るから注意しろって言われたんですね。で、もう行く時からおーマムシ怖えーとかみんなで言ってたんですけれども、で、マムシに噛まれた時どうするとか、噛まれないようにするにはどうしたらいいかっていうレクチャーを散々受けて行ったんですね。で、我々が、まあ、班ごとにその大型テントで寝るわけですけれども、私の班が与えられたテントサイトっていうのが、まあ、広くていいとこだったんですけど、少しこう傾斜地なんですね、なだらかなんですけれども、で、テントどうしよう、どうやって張ろうかって考えた時に、まあ、なだらかだからこの低い方が頭になるの嫌ですから、まあ、高い方を頭にして、まあ、人間がこうなだらかにこう寝られるようなこんな感じにテントを張ったんですね。で、何せ夏の伊豆大島ですから暑いんですよ。で、テント張ったはいいけれども、もうとてもこう寝袋の中入って寝れるような状況じゃない。で、そういう時どうするかっていうと、我々はそのもう下のグランドシートの上にあの3シーズン用の寝袋しかまあ持ってないんですよ。
でその上に、敷いて寝袋を敷くだけ敷いてその上に寝ちゃうんですね。もう短パン T シャツかなんかで、で今回もそういう風に寝たんですよ。でね、夜になるとねヘビが出てくるって先輩に言われましてね、みんなでね怖がってね、おーヘビにマムシ出ないかな、絶対嫌だよな、なんて絶対噛まれないようにしようぜなんて言って、でテントの中で寝たんです。で我々万全を期してこの食料をテントの方に置かないようにとか、なんかいろいろ工夫してやったつもりなんですけれども、朝起きましたらなんとこんな具合、なんとねその傾斜で寝たからこう少しずつこうずり落ちたんでしょうね。で5人6人ぐらいの班だったんですけれども、みんな短パンで寝てたんで、みんなこうやって生足をテントの外に出して寝てたんです、一晩中。もうね笑いを通り越してね、みんなでねもうなんかお互いの顔見て呆れてたのを思い出してます。結局ねさっきも言いましたように本体とあの下のあのグランドシートがきちんとこう密着されないので、このぐらいずつ隙間があるので、みんなそこから足出して一晩中さあマムシおいでおいでって言って寝てたっていうお話でした。そんなわけでですね、あの今のテント事情からはねとても想像できないようなそういう間抜けなことを結構経験したよっていうお話でした。今年はねあの去年あの、まあ、台風の影響の風で行けなかった奥穂高岳、結局はね夏はあの奥穂高岳に向けて少しずつこう段階を踏んでいく段取りになると思うんですけれども、まあ、その中にもねまたあの商品レビューですとか、まあ、バイクネタですとかこういう小話とか少しずつ挟んでいきたいと思いますので、どうぞ今年もゆうさんチャンネルをよろしくお願いいたします。それではまた登山動画かハウトゥー動画かバイク動画でお会いしましょう。さよなら。